夜食とか今ちょっとデブ飯っていうかね、まあこういうので枝豆をね食べていこうかなと思います。朝晩寒くなってもともと扁桃腺が悪いのと、うんですね、なんかね話は変わるんだけど、医療用タイマーがね解禁やっとなりましたね。可決されたんだけど、多分改正は来年ぐらいかな、それとも12月ぐらいなのか分かんないけどね。医療用タイマーが出るとね、何がいいか後で話したいと思いますね。今ちょっと足痒くてね、足が痒い、うん、一応歯がね生えてくるものはもうできてるんですよ、うん、もう実験は成功してる時だけど、もう本当あったんですけどね、歯と髪の毛、これがね生えてくるように、あれは小林製薬がね研究しておるんですけどね、うん、ちょっとね動画の長さが長くなるので、第1弾といたします。第2弾、第3弾、第4弾ぐらいまでね、まあ雑談と続くのでよろしくお願いします。では